チャールズ・ジョージ・ゴードンは、英国の軍人。太平天国の乱の時、民兵組織の上将軍を率いて活躍。その後、スーダンのハルツームで戦死した。チャールズ・ゴードンは、大英帝国陸軍砲兵隊、H.W. ゴードン将軍の4、男として誕生し、その後、王立陸軍士官学校に入り、1852年に、将尉に任官した。の服を着用した。 ゴードン1860年に第二次アヘン戦争が始まると、清に赴任し、1862年まで北京に駐留していたが、太平天国からの防衛のため、ウィリアム・スティーブ・レイ将軍の部隊が上海に派遣されると、その一員として同行した。当時、上海では外国人の権益を守るため、米国人ウォードが上将軍と名付けた民兵軍を組織しており、 英軍は、これと連合し、太平天国軍と戦った。ウォードが戦死すると、Y 軍の司令官、李光将は、代わりの司令官を英軍から出すよう要請したため、スティーブ・レイ将軍はゴードンを上将軍の司令官に推薦した。英軍少佐だったゴードンは、1863年に上将軍の司令官となり、以降、1864年に、 太平天国が壊滅するまで各地を転戦し、乱の鎮圧に功績を挙げた。乱集結後、新朝から軍の最高官職を受けた。英国は彼を英軍中佐に昇進させ、バス勲章を与えた。ゴードンは、この後、本名をもじって、チャイニーズゴードンと呼ばれるようになる。アルズバイルラーママンスール本国に帰って、1873年まで英国軍人として、 各地の任務に就いたが、エジプトの総督イスマー・イール・パシャの招きを受けて、英国の領海の下、スーダン南部赤道州の総督となった。1876年に、エジプトのスーダンハルツーム総督と争い、一旦辞職するが、イスマー・イールの遺留を受け、スーダン全土の総督になる。アビシニアとの紛争や奴隷承認として、スーダン一帯を事実上支配していた。 アルズバイル・ラーマ・マンスールの反乱をよく抑えていたが、1879年にアビシニアで捕虜となり、解放された後、スーダン総督を辞任し、ロンドンに戻った。その後、ベルギーから今後植民地、インド総督から秘書官に、英国の中国領事館から誘われ赴任したが、いずれも長続きしなかった。1881年に英軍に戻り、1882年には、 少々に昇進した。その間、エジプトは北部のアラブ人反乱に悩まされ、スーダンの反乱に対応しきれなかった。すでに実質上エジプトの支配権を握っていた英国は1883年にエジプトにスーダンを放棄するよう命じたが、エジプト軍の撤退は困難を極めたため、英国総督はゴードンに対し、ハルツームに行き撤退を指揮するよう要請した。 ジョージ・ W ・ジョイの描いたゴードンの最後、高潔な首都のイメージを高めた。1884年にゴードンはハルツームに到着したが、やがてマフディ運動の反乱軍に包囲された。英国はスーダンを放棄する方針だったが、世論はゴードンの救出を要求したため、救援軍が派遣された。しかし、1885年1月28日に援軍は、 ハルツームに到着したが、その2日前にゴードンの部隊は全滅していた。英国における彼の人気は高く、この救出の失敗は当時のグランドストーン内閣が退陣する原因の一つとなっただったが、反対派はマグと呼んだ。ウィキメディアコモンズにはチャールズ・ゴードンに関するメディアがあります。ありがとうございます。